はい。それでは今日からかじいちということで、毎日1問問題を解いていきましょう。え今日の1問はこちら、2 5かける4です。そろばんで言えば9級、暗算で言えば5級を練習している人ならチャレンジできると思いますので、ぜひやってみてください。やり方がわからないよとか忘れちゃったよという人は、やり方を説明した動画もありますので、概要欄や右上のリンクから見てみてください。 それでは問題を解けるまで一旦動画を止めて解き終わったら再生ボタンを押してくださいそれではこの問題を解説していきます解説はあくまでも考え方の一つということでこれじゃなきゃいけないということもないですし教室の先生が言っていることの方がいいなと思うことがあればそのやり方で練習するのももちろん OK です参考になるところがあったら取り入れてみてください まずはこの問題、答えは100ですね。え皆さん正解できたでしょうかえこの問題、ソロ版では意外と難しい問題なんですよね。え今回の問題のポイントは数字を置く位置ですえ。位取りとも言いますねえ。どういうことか説明していきましょう。最初のククは2子が8ですよね。 2桁かける1桁なので2たす1で3桁だよなぁと考えてじゃあ8だからといってここに8を置いてしまうこれガが,がつくくくの時はすごくよくある間違い方ですでこのまま5子20を足して820という風に間違ってしまうんですねこういう間違いをしないためには今自分が何を置いたかな何をしたかなというのをさっと考えるようにするといいですね 最初の九九は、この位置、100の位と10の位に置くというルールなので、100の位に8を置くと、2C が80になっちゃうんですよね。8を置いてすぐ安心して次へ行くのではなくて、それが本当に正しいのか、さっとチェックする癖をつけましょう。 上級者の場合はこの問題で間違えることはないと思いますが、例えばこんな問題だった時に意外と2子が8を8桁の何千万のところから置き始めてしまう間違いがあるんですよね。この問題の場合はその後の数字も小さくて、計算中に桁ずれにも気づきにくいので、スタートの位置でずれないようにガが,がつくくくの時は慎重に数字を置いていきましょう。 はい。というわけで今回は 25×4 は100という問題で数字を置く位置をテーマにお話をしました。せっかく九九や足し算はあっていても置く位置で間違ってしまうともったいないですのでさっと自分でチェックしながらやっていくといいと思います。それではまた明日のカジ位置でお会いしましょう。